まずはこうね、今回はね、俺が使ってる道具の、おお、気になってる方多いし、これからね釣りをやろうっていう人がさ、何があったらいいのか、そんなにハマるかどうかわかんないけどやってみたい、でもレンタルはちょっとなとかね。シーバス、シーバスロッド。おお。ちょっと大きいんだよね、シーバスロッドね。そう、あのね、9.6 フィート 9.6 フィートだと180ぐらいまでいっちゃう。海は結構さ、あの飛距離重要だから長いのってさ、うん、そうだね、思い切りキャストするで、遠くからこう巻いてくるって感じだもんね。そう、飛距離が必要なんでね、シーバスは、まあ、海でいろいろルアーで狙える魚いっぱいいるけど、まあ、その時でも、もう全部とりあえずやってみたいって言うんだったら、青物とか、シーバスとかやるんだったら、シーバスロッドあった方がいいかな。そうだね、これでとりあえず全部いい。そうだね、これだってあれだよね、ジギングとかもできるもんね、うん、そう、ジギングもできるんだよ。これ今ね、硬さがミディアムライトで、L と M の間、このロッドの場合はね、7g から35g の、あ、もうだからライトショアジギングのあれだったらもう、そうそうそう、ちっちゃいジグ投げれる、投げれるもんね。これで全然やり取りもできるし、しかもね、これね、下を見ていただきたいのがね、これね、これね、下がね、ちょっと長いんで、リールつけるとこがあってちょっと長めになってるからこそいいんだよね。そうそうそう、普通のシーバスロットだと短くてね、あのジギングするとき疲れんだよ。そうそうそう、割とね、このケツのところがね、あの脇にこう、そう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 、そうするとあのジギ、こっちジギングロットなんだけど、おジギングロット長いんだよ、ね、長い長い。シーバスロットはここにリールするんだよ、それ同じ位置にするとこんくらい長いんだよね。その分でかいよね、こうこの脇に挟んでね、シャクルやり取りするときもそんなに大きくなければもうさ、そのままこう抱えちゃってこう寄せてくるっていうのもできるしね。そうそうそう、すごいよね。ジギングロッドはね、ちょっとシーバスロッドに比べてごついんだけど、これも長いしで、上も結構太いからね、硬いもんね、あの硬いんだよ、なんかバットが強いのかな、シーバスロッドに比べて、こうやっぱギュッと激しくシャクトそんなにペラーンってなんないんで、こうジグの動きが結構いい感じに動かせるように、シーバスロッドに比べたら、比べたら、まあ、これでもね、あのシーバスとかも釣れるんだけど、同じルアー投げられて、当たりはちょっと弾くね、硬いから、あー、まあ、シーバスを狙いに行くってなったら、まあ、さっきのシーバスロッドの方がいいかなって感じだ。そうだね、これは本当にもうその青物を軸でやりたいって人、がもう完全にハマったらだよね、きっとね、完全にハマって青物をやりたい、やりたいっていう人はジギングロッドで、でちょっとこうね、シーバスとかもやりながらちょっとライトジギングでいいかなって言ったらシーバスロッドを1本買って、究極だってリールはさ、ライン巻き替えればさ、シーバスグレーだったら P の 0.8 にリーダーつければ上がるもんね。うん、P 結構ね、思ってる以上に強くてね、なかなかいい、なかなかいいよね。そう、なかなか良いあれを持ってるから、 P 推奨にするとやっぱリーダーは必須だね。そうだね、あのねずれとか歯で、そうそうそう、切れちゃうから。あとね、フッキングが甘くなるんだよね、あの常にラインがピーンって張った状態だから、フッキングしないんだよ。そう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 、リーダーをつけるとちょっとリーダーが伸びる分楽になるよ。全く伸びないからね。そう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 、そこで弾いちゃう、弾いちゃうから。それ2回ぐらい解散音ばらしたんだけどね。バスロットに2ピーン湧いてるんだけど俺は。今この海釣りでシーバスとか青物をやるのにかけたはいいけど、じゃあどうするみたいな。結構シーバスでかいよ、でかいの、本当にやばいぞ。一応メーターぐらいあるよね、あるのもあるから。しかもどの、あのね、フィールドに行ってもそいつはかからないっていう保証がないから、そこにいて食いてきちゃったら、それはもうね、釣りフィッシャーマンからしたらやったねっていうことなんだけど、
まあそれをあげるにはねっていうのが必要になってくるんで、まあ友達と行けばね、誰かが持っててこう助け合いというか、誰かかけたらっていうのでね、これを持ってった方がいいんじゃないかと。こうタモがね、タモがね、これがあの水着でやっぱでかいの狙う時は必要だね。必要だね。これないと本当にやり取りとかさ、困るもんね。最近は結構なんかいいあれが出てきてね。これなんかあのライフジャケットの首のところにこう輪っかがあって、そこにこう引っ掛けて、ああ背中に背負えるの、そういう感じでいけるんだよ。すげえ。ランガンが結構楽になったね。そうだね、これの登場により。そうだね、それなかったらあれだもんね、ずっと片手に多分持って、多分一回置いて投げてのそうそうそう繰り返しになっていくわけだもんね。ランガンがしんどくなるから、だってそれに付随してこの先端がこう畳める。そうだよね、そう、このジョイント、それそこのジョイントは相当優れものですよね。タモはだって大きくなんないんだもん。だからこれジョイントない状態でこれしょったらもう、もうね、戦国時代の旗持ちですよ。旗持ちになっちゃうからしかもね、しかもルアーでジギングって言ったら結構垂らしが長いから、それにかかる可能性を秘めてるわけだよ最悪な状態に落ちるうんみたいな、投げる瞬間ピュッてね、最悪それごと吹っ飛んでいくわけですから本当にそう遠心力ついちゃってると。本当今のはこの短く縮むようになってるから、これ5メーターの球なんだけど、こんな1メーター足らず、1メーターないよね、なるんだよ。90とかぐらいだもんね。これいいよね。これはあの動画ね上げるけど、あのシーバスを嵐の中かけた時にこいつが役に立ちましたね。そう、役に立ちました。堤防で火を吹きましたね。とりあえず、まあ、このロット数はいらないけども、まあまあまあ厳選されたって言ったら、メインで使ってるって言ったら4本ぐらい、4本5本、バスロット、トラウトバス1,2,3で、あとシーバスロット、シーバスロット、まあ、たまにあのジギングとジギングロットと入れ替わるから、まあそこはそうだね。あとまあそのシーバスとか釣れないっていうか、そんなでかいのじゃなくてもいいっていう人は、まあ、これもまたちょっとそっち専門の道具になっちゃうんだけど、マジングロット、おーあの釣り岡の陽来さんが最初それであのバス釣りをやってたやつだね。マジングで、やっぱ海で使うからこれも長いんだよ結構。2ピースで、それあれしたら多分天井ぐらいまで行くよね。天井ついちゃうぐらい。つくね、ついちゃうね。ついちゃうね。危ない。やばいから。結構そのライトな道具で軽いし、いいんですよ。このアジとかを専門で狙うんだったら。そうだね、専門で行くんだったら。まあ、あのバスロットでもできないことはないんだけど。やっぱ当たりが取れなかったりとかね。そう、当たりの取り方とか、あと長さ。なんかバスロットに比べて全然細いんだよ、先端が。すごい細いよ。一番細いんじゃないこのロットの中で。やばい、本当に。あれ、ほら、細いからね。やばいよ、これ。でもね、一回ぐらいしか使ってないから。これからちょっと寒くなってきたら、でかい魚釣れなくなってきたら、アジングもやろうかな、みたいな。あ、そうだね。狙える魚が増えるっていうのはやっぱ楽しいもんね。アジは知って美味しいからね。最高だよあれ。食べて欲しいからね。ぜひね、これでこれを参考にしてね、これから釣りをやりたいなっていう、結構増えてるらしいね最近ね、あの釣り。そうだね。釣り岡パワーかなんかわからないけど。結構あの影響が強いからね。だからこういうのね、僕らも配信して、そうフィールドが違うとさ、持ってくロットが違ったりとかするから大変なんだよね。だからこれだけあればとりあえず。どこ行ってもできるよっていうのが一応今日紹介したこのロットのね。そうだ。